おはようございます。おはようございます。久々のロケということで、はい、出てましたねこれ、はい、どこですよこれ本当に。一番知ってる場所じゃないですか。そうですよ、もう僕の行動範囲ですよここは、はい、今日はですね、うん、ちょっとある企画をちょっとやりたいなと思いまして。企画ね、はい、何の何の企画しますか。まあ、あのケントさんは、うん、コンビニってやっぱよく行かれますか。はい、あ、行かれますか。うん、スーパースター本当行っちゃいかないんだろうけどね。実際行く、うん、本当のこと言おう。いや多分バレてますよね、やっぱサラダチキンとか食べてるんで。さ、確かにね、はい、しかもコンビニってやっぱほら僕らほらプロレスで日本全国行くから、はい、正直今コンビニってレベル高いじゃないですか、はい、便利なんですよね、はいはい、僕らみたいな人たちからしたら、まあ安くて、うん、まあ、手軽にいいものが買えると、はい、そうなんです、はい、そして今本当に豊富ですからね種類が。ということでですね、ちょっとコンビニにまつわる企画なんですけども、はい、プロレスラーは、うん、コンビニで何を買うのかっていうのを、はいはい、ちょっと教えていただきたいなと思いまして、はい、これ僕今回そのコンビニ行くにあたって二通りぐらい考えてまして。あ、知ってたんですかこの企画。まあね、裏ではね。なんかすげえ白々しい、ちょっと巻き戻せます。何の何の企画しますか。いいんだよそこは編集でな、こうやって今日は何ですかみたいな、なんかそういうのいいんだから。あ、まあでもちゃんと予習してくれてたんですね。ちょっとね、なんとなくコンビニでせっかくコンビニで買って、はい、なんかこうテーマがあったらいいじゃないですか、はい、だから一つは僕らプロレスラーやっぱタンパク質、うん、こういうものでタンパク質豊富なものを選んでます、うん、まあ、多分俺これね、見てる人もどんなものを取ったら筋肉にいいのかなとか思うじゃないですか、うん、まずそれでしょ。あとは僕が試合会場に必ず持っていくもの、それをこの2つちょっと紹介できればなと。 ありがとうございます、はい、じゃあちょっと移動したいなと思うんですけど、はい、ちょっと移動手段が、はい、ロケーション、あ、用意してるよな。それはな、三原健太の YouTube クロスにやるとバーンっていう。なんかちょっと今日がちょうどあの全国のロケ車の会社が休みらしくて。そんなことあるの。、はい、こんな日に。はい、しょうがないよねそれはね。風があるらしくて。あ、風がね、はい、強いからロケ車が。そうなんですよ、取れなかったんだ。はい、ということで運転してもらっていいですか。そのつもりだよ。あ、知ってるんですか。知ってるよ。ロケ車なんか乗ったことないだろこの YouTube で。あれ、リムジン今日ないですね。いや、だからいつも送迎車付きだけどね。あ、今日はまあまあ自ら運転してコンビニに行こうじゃねえかと、はい、ありがとうございます。いえいえ、ということで、ね、行こう、ちょっとお願いします。行こう、お願いします。車買いたての18歳じゃないんだからさ。あの春は花見んじゃない、ファミリーで。あ、いいですね。桜舞い散る中に溢れた記憶とですよ。っていうかあれだよね、なんか見覚えあるなと思った。これホラケホルの近くだねこれ。来ましたね。来ましたよ、はい、この色ですよ、セブンイレブンですよ、はい、いい気分ですか今。いい気分ですよ。今回のセブンイレブンではやはりあれですね、はい、小腹が空いた時に、はい、どういう風なセブンイレブンで物を取ってあの完食したらいいですかみたいな。あ、だからがっつりランチとかじゃないの。あ、なるほど、うん、そういう完食 OL さん、はい、サラリーマンの方にもこういうものを完食で食べたらいいんじゃないですかみたいな。栄養の話です。そうです。ああ、そういうものを買ってこようと思いますので、ちょっと行ってきます、ね、ちょっと恥ずかしいんで早く行ってもらっていいですか。ちょっと慣れなさいよ、ちょっと。ちょっと待ってますんで行ってきますよ。買ってきましたよ。ありがとうございます、はい、開封は後ほどさせていただきますんで、はい、とりあえずセブンイレブンはクリア。はい、じゃあ続いてどうしますか。いきましょう。セブンイレブンの次はやっぱりあれですよ、ローソン。あ、ローソンなんですね。いや、コンビニ全部制したいよね、はい、せっかくだったら。じゃあローソンまでお願いします。ローソンまで行こう。ギャラピントの YouTube、 どんなものを買ってるのか意外とね、タンパク質と筋肉維持するために買ってるんだとか意外とね、はい、知ってると知らないというか、はい、プロレスラーが意識するぐらいの買うもんなんで、はい、いいものではあるでしょうね、うん、いいものというか筋肉には。ちょっと開封が楽しみですね。いや本当ですね、各店舗、うん、それぞれ違うもので行きたいですよね。あ、なるほど、うん、じゃちょっとここであの、はい、もうちょっと降りもしないんで、はい、はいはいはい。本当ですか。降りろよ。降りろよせいぜい。よしよし、あ、やろう。すごい奇跡が起きた。ちょっと待ってください。あれ？すげえ。ケンさん、やろうラーメンありましたよ。
すごいですよこれ、はい、ヤローラーメン我々がねあの時、はい、初めての二郎系ラーメンの行かせていただいた散々お世話になったね総本店ですよってことでちょっと一杯食べていきますいいですよ今趣旨じゃいいですよともないんだけど今回の趣旨はコンビニ、はい、次はローソン、はい、ローソンに行こうぜということなんでちょっとローソン行ってきますお願いします。ローソン、はい、買ってきましたちょっと見えちゃってますねでも美味しいやつが見ましたよ、はいはいまあ、これもちょっと要点を絞って今お店ごとに買ってるんですよ、はいはい、ありがとうございます、まあ、後で開封するときに、はい、お知らせはするんですけどじゃあ続いてはどうしますか続いてはファミリーマートあファミリーマート行きますかローソン行ったんでファミリーマート行ってきましょうか行きましょう行きましょうじゃあお願いしますあちょっとラーメンあっちですはいいやいいいいんですよちょっと感謝だけすみませんお世話になりましてありがとうでお世話になったからね。はい、ね。ありがとうございます。じゃあお願いします。ギャラピントの YouTube。結構ファミリーマート多いですね。めちゃくちゃありますね。多分ここにどの沿いにあるんですか。この沿いじゃないですか。あ、これだ。ああああ。わあ、来たっすね。あ、これもあ。なんかこう武器の。ホビーかすげえすごいなこれなんかアメリカかなんかのあれかなアメリカかなんかやってんなやってんなじゃないんだよあ外から撮ってるあれじゃないんだからさあれを素材を撮ってる AD じゃないんだから先生買いましたいやこれ中心だからあすいませんちょっとこのファミリーマートありがとうございます行ってきましたじゃあ続いてまた行きましょうか、はい、行くどこに行くえコンビニですよセブンイレブン、はい、ファミリーローソン、はい、ファミマートそしてポプラもちろんですよしポプラだ行きつけの行きつけのギャラピントの YouTube ポプラあ、本当だ右ですねポプラあったんですよこの看板ですよこの木の葉っぱのじゃあ、4点目お願いしますきましたこれは、はい、後で開封した時になぜかは言いますはい事件です事件ですね僕らも急ぎましょうギャラピントの YouTube お疲れ様ですお疲れ様です現在4店舗回ったということでいや行きましたねはいじゃあ続いての店舗はどちらになりますかいやもういいかな大丈夫ですかもう後悔はないよポプラまで行けてっからこっちはあ後悔先に立たずいやそんな別にいいんだよそれはでもこれ俺ポプラ行って今結構ね開封した時に言うけどねあっていうのがあったんだねじゃあ開封をお楽しみにお楽しみにミハラケントの YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ミハラケントの YouTube 最高。